十一時十一分です未来を歩くラシン版アメリカンエキスプレスピックワン、三百万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題チョイスして紹介今日は日本人が気づいていない米中貿易戦争これから本当に起きることという話題にフォーカスします解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーの唐釜大輔さんです 村川さんは現在水道銀行国際為替部のチーフマーケットエコノミストとしてご活躍されています。はい、よろしくお願いいたします。皆さんどうも登場です <laughs>、えー。まあこの今回の記事ご自身がお書きになった記事なんですけども、はい、冒頭が7月6日米中貿易戦争が実質的に開戦したと、まあ、そう聞くと結構センセーショナルなんですけど、ね、え貿易戦争って始まったんですか？ トランプはいろんな追加関税措置をいろんなところにまあかけるっていうこと、うん、派手なことをいろいろ言っているんですけれども、はい、まあ実際に課税が始まっていたわけではないんですよね、はい、で実際に始まったのが、まあ、2週間前の7月6日であの、まあ、中国の輸入品340億ドル相当にまあ25%の関税をかけますよと、うん、もうこの日からかけますよって言い始めたことが今、改選ていうふうに言われているんですね多くのものはかかってないですね。えー な,な,んなんですかねあの北朝鮮問題の時は習近平は素晴らしいみたいな習近平のおかげだみたいな感じになっておいて<ー>貿易では終わらな<う>みたいな昔からそうではあるんですけどトランプというのはです、ね、基本的には、まあ、貿易赤字は嫌だ嫌いと、うん、で貿易赤字はもう企業の赤字と一緒という感性、まあの持ち主なので、まあ、中国アメリカにたくさん輸出をしてくる。 人々が嫌いとなのでアメリカに入ってくるたくさんの輸入品にまあ関税をかけてやればまあ彼らは困るだろうし、うん、まあこちらにたくさん輸出してくることもないだろうという発想でまあいろんなことやってるんですよね。でそうするとアメリカ製品が結果的に売れるだろうそういうその通りですねで。まあ実際そんな単純ではないと思うんですけれども、まあ、あの外のものを占め出せば中のものが買われるというふうに思ってる節はありますね。すごく ビビジジネネススママンン的な考え方っていうことでですすか元まあ基本的には貿易赤字は企業の赤字貿易黒字は企業の収益と一緒だというふうに思ってる人はあるので、まあ、そういう文脈で見るのもまあいいかもしれませんねとこの、まあ、米中の貿易戦争になれば当然今まあ世界の中でもある意味経済二大大国でもあるわけですから。はい 日本へのの影響といいううはこれもああるるそですすね当然思ま例えばアメリカが中国から輸入しているもので最も大きいものが、まあ、これスマートフォンなんですけども<ー>大体15%前後なんですが、まあ、中国で作ってアメリカに輸出されるそれ iPhone であってもそうなんですけどもで,よ、ね、でもそれを作る部品というのはやっぱり日本の大きな企業が作ってたりするので。つまり 中国でも作らなないって話になりかねないわけですよやっぱり中国から輸入するとたくさん関税がかかっちゃうんでうん、うん、そうすると中国以外のところで、まあ、生産するよねって言った時に日本企業もそれに付き合わなきゃいけなくなってくるわけですから、はい、やっぱり日本企業の経営戦略にも少なくない影響はまあでも中国の,その賃金が上がってきてて結構皆さん他の東南アジアの方に移動したり日本もしてる。はい はい、そういうリスク分散に結果的にならならいんですもともと、まあ、そうなってるんならいいですけれどもあのこ,のこれぐらいは中国で作るこれぐらいは、まあ、タイで作るとかって決めてたものの、うんまあ、分散を変えていくっていうのは、まあ、そんな簡単に多分できることじゃないでしょうから今やっている基本方針を変えざるを得ないということはトランプのせいで起こりかねないっていう部分はあるでしょうね。なるほどねあの その中でトランプ大統領の難癖が一番怖いと終盤の記事のところに書いてるんですけれども。 ここれはどういううういとででしょうそうですねあの今月下旬にはあのワシントンで日米貿易交渉というのがいよいよ始まるんですけれども、はい、おそらく間違いなく日本の自動車がやり玉に上がると思いますとで日本がアメリカに対して稼いでいる黒字の80%は自動車ですから当然、向こうもこれに思うところはあるだろうとでそうなったときにじゃあアメリカの自動車たくさん買ってくれって向こうが言うかというとです、ね、まあ過去にも言われてきましたけどね。アメリカの自動車会社実はもう 基本的には日本市場から撤退してますからなかなかその主張って向こう言いにくいんですよね、うん、で、そうすると何が考えられるかというと もうめちゃくちゃ円安にしてお前たちめちゃくちゃ儲けてるだろうと、うん、そこに不正があるんじゃないかというようなあのまだ難癖なんですよねまた1ドル80円ぐらい戻そうみたいな動きことですかそこまで大きなこと言うか分からないですけれどもやっぱり円安のせいで過剰に儲けているとでそ,のもらっそのたくさん稼いだ利益で経営を有利に運んでるんじゃないかとついてはその円安の背景にある経済政策特に日本銀行の金融政策なんかに、うん、これはおかしいんじゃないのというような。 展開なのが、まあ、最も嫌だ、日本にとっては一番恐るべき難癖ということになります、ね。なるほどね。あの、ただ、例えば、その、車の生産に考えても。 だいいぶ日本企業っっててアメリカでで作ってるじゃないですか車これはおっしゃる通りで、えー、そこがまさに南化と言われていることの本質で、まあ、過去の経緯もあってですね日本の自動車会社というのもかなりアメリカで作ってるわけだってアメリカの雇用にだいぶ貢献してると思うんですよね実は製造業で一番貢献してるのは日本の企業だというふうに言われてます、えー、ただトランプそれ言っても分かってくれないですし <laughs> いや分,か分かってはいるでしょう <laughs> でも分かってないふりしてるだけですよね絶対ふりであれなんであれそれを聞いてはくれないので、はい、あのー そうなるとです、ね、やっぱ問題は裏を返すとこっちから出せるカードがないんですよね、うんうん、もうたくさん雇用してしまってるし工場も作ってるか、はい、そうすると出せるカードがないんだったらまあ為替レ、うん、ートを触って。 でこさせないようにこちらは交渉しなければいけないというのが難しさとしてあると思いますね。日本で作ってないでアメリカで多く作っているということは関税かけられないわけですよね。そうです、ね、でそうすると関税政策ということではこの問題は解決しないので為替、うん、で要はあの利益をメヴりさせて、ね、というかまああの逆にアメリカ側があんまりその赤字が減減るようにしたい。そうですね。まあそれでアメリカが売れるかどうかっていうのはまた別の問題だと思うんですけれども、うん、まあいかにも考えていきそうなまあ。 な難癖だな、まあリスクシナリオですよね、うん。だって為替の変化だけだったら。アメリカで作ってたら、別にアメリカ国内での日本車の価格は変わらないとで、ね。あおっしゃる通その部分に関しては何の影響も受けないということんです、ね。そうですよね。結果的に日本経済が若干こう、えー、円高にされてしまうと。やっぱり日本企業、日本企業、そして日本経済全体が影響を受けかねないので。そうなってくると、まあ自動車産業だけの話にはとどまらないっていう話になってしまいますね。うん、僕らの日頃の生活でいうと、まあそうすると輸入品が安くなるということにはなるので、まあアメリカが願ったりなど。 こはアメリカから輸入する、まあ、小麦粉をはじめいろんな<っ>あの牛肉とかそういったものが<っ>まあ我々の。 安く手元にに入るとというこなその通りですねただ、日本は貿易黒字国ですからあの輸出して稼いでるものの方が多いということを考えると、うん、やっぱり困る企業は結構出てくるし皆様が日々目にしている日経平均株価というのは基本的には大きな輸出企業の株価が占める割合が大きいですからす、はい、円高になれば当然株は下がると株下がって嬉しい人いないですからね株下がったことによって消費や投資も全体的に沈んでいく年金ままで下がりますからねこういう怖さがありますね。はい なるほど、ね。全部連鎖して嫌ですね。難癖。難癖だと思いますね。<laughs> 困りますね。それに対抗できるだけの、なんか、たがないのか。 何を出せるのかっていうのはまあ、当然あの政策当局の方々はいろいろ考えていらっしゃると思いますけれどもあ、ね、まあただある意味そのトランプさんがやってきそうなことにはそれだけシンプルなのであの想定できなくはないのかなという気もするんですけどねシンプルなだけに対策が打ちにくいっていもありますよね逆にねわ、えー、かりましたはいえー、からかまさんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました、えー、今回のニュース気になった方は詳しくはニュースピックスのサイトにあるからかまさんのページをチェックしてくださいアメリカンエクスプレスピックワンでした。